近鉄バス取り替え営業所。近鉄バス取り替え営業所は、大阪府摂津市東別府にある、近鉄バスの営業所である。主に、茨城市、摂津市の路線をカバーする。営業所もよりの停留所は、取り替え車庫である。営業所の脇を、東海道新幹線が通っており、車窓から様子を見ることも可能である。車庫に併設して整備センターが設置され、 近鉄バスの車検業務も行っている。1965年に近畿日本鉄道が茨城バスの路線バス事業を譲り受け、近畿日本鉄道自動車局のマムタ自動車区茨城営業所として開設された。1968年に現在地へ移転し、茨城営業所は茨城車庫として存続、マムタ自動車区取り替え営業所となった。 1999年に分社化され、取り替え営業所となった。1998年には、他の営業所に先分けて、バスカードの運用も開始しており、2000年より、スルッと関西にも対応した。ただし、当営業所のみ、J スルーカードに対応していなかった、2009年3月1日を、モテタの営業所も対応を終了した。 運賃箱も他の営業所の作作成に対して、レシップ制であり、全線一区運賃のため両替方式ではなく、釣り線方式を取っているなど多少他の営業所と異なる部分あったが、2014年7月中旬から、順次全車両の運賃箱が更新、小田原機規制され、両替方式となり、さらに2015年3月から整理券を発券するようになった。同4月からは IC カード、 全国総合利用サービス含むの対応を始めた。また、阪急京都線沿線のため、阪急バスや京阪バスとの競合も見られる。前身の茨城バス時代からの路線、春日急公園付近では住宅地の道を縫うように走る。朝夕は JR 茨城発着が中心で、日中もおよそ半数が JR 茨城発着である。なお、 近鉄バスでは10番未満の系統番号は、一般的に01番などと表示するが、当系統は1桁で表示する。また、2番のうち始発、終点が共に、阪急茨城市駅の便は、平日2本、土曜日1本のみで、大半の便は、始発、終点のいずれかが、JR 茨城駅である。高校野球で有名な里市弁学園の母体である。 弁天州本部のある比龍三名王子への路線。短距離だが急勾配もある。8月8日の花火大会の際などには、臨時便も運行される。昼間は、平日10分間隔、土休日15分間隔で運行されており、1時間に1から2本程度、茨城美穂が丘発着が運行される。また、25番と22番のうち、 茨城美穂が丘を経由する便は、主に13時代までは、半大本部前、茨城美穂が丘、14時代以降は、茨城美穂が丘半大本部前という経路で運行される。かつては、JR 茨城止めの23番が運行されていたが、2008年に、すべて阪急茨城まで延長されている。かつては、エキスポランドを経由するものがあったが、 1999年から2017年11月までと2018年8月以降は、東計等はすべて中間経由、万博記念公園の周回道路を途中ショートカットとなってい、2017年11月6日からは、朝の時間帯に記念公園南口経由の13番が、平日の夜間には万博記念公園駅経由、記念公園南口には停車しないの15番が、 設定され、記念公園南口、万博記念公園駅、ホテル阪急エキスポパーク前に停車する、半大系統が復活したが、2018年8月4日からはいずれも24番に変更されて消滅した。大阪モノレールの改良は影響を与えたものの、JR 線との連絡駅がなく、また阪急茨城市駅からもモノレール利用では、 半大まで2度の乗り換えが必要で割高であることから、バスの利用者は多い。近鉄バス初のワンステップバスは統計等群から運用を開始している。また、エキスポ系統の季節運転化に伴い、直通便のなくなった記念公園西口、半大南口茨城方面の利用に対する、半大東口で無料乗り継ぎ制度が新設された。 あとに直通便の少ない茨城美穂がお借り用者向けの乗り継ぎ制度も新設されている。2015年10月16日に運行開始、同年11月19日にエキスポランド跡地にオープンしたエクスパシティへのアクセス系統となる。100番は阪急バス、茨城営業所との共同運行である。ただし、近鉄バスは途中前停留所に停車する確定便。 阪急バスは JR 茨城日本庭園前間をノンストップとなる休行便で、土休日の日中は両社合わせて15分ごと交互に発車のダイヤとなっている。2017年11月6日からは、平日の運行が夜間の万博記念公園駅発1本のみとなった、ほか度休日の夜間には記念公園南口に停車しない90番が新設された。 さらに、2018年8月4日からは、平日の運行が全廃となった。エキスポランドが閉園する前も、阪急茨城、JR 茨城とエキスポランドを結ぶ系統は、運行されていたが、系統番号は10番、2004年に春休みのみの季節運行となり、エキスポランド閉園に伴い2009年4月8日限りで、休止となった。並行して、阪急バス、千茨城線、 112.113系統、阪急茨城万博記念公園駅地里中央が通年運行されていた2015年10月現在は休日に2便のみ2018年10月14日をもって全便廃止。阪大系統も前述の通りエキスポランド経由があった。18番の折り返しとして鳥海久島南口阪急茨城市駅の 区間便も設定されている、平日のみ運行。JR 茨城、阪急茨城取り替え西5丁目の乗客が、新在毛口から下、取り替え間へ行く場合、取り替えした2丁目取り替え西5丁目の乗客が、新在毛口阪急茨城、JR 茨城へ向かう場合は、金構ま引く南節駅間を、往復乗車か、南津駅でそのまま折り返す。ただし、 夜間の一部便は折り返さない便もある。JR 千里急をメインにする設置西部の路線も、すべて平日のみ運行。元は、JR 千里急小尺別府、江口橋を中心に、南設駅や、市内循環、鳥海大橋北詰経由、さらに阪急茨城市駅までの系統も含んで、折り土休日にも運行があった。 JR 千里急阪急茨城市駅を結ぶ30番が2017年4月をもって廃止となったため、東京東は、摂津市内循環バスとして運行されている52番、54番、55番のみとなった。摂津市内循環バス、摂津市のコミュニティバス扱いは2006年11月1日より、JR 千里急発着から、摂津市役所玄関前発着に再編された。 2013年3月18日からはさらに再編されて JR 千里急を基本的な奇襲点とする系統とし、前回の再編時より途絶えていた JR 千里急と江口橋間の直通が可能になった。2015年3月16日よりさらに再編され、小弱駅に近く、水田市との境にも近い不衛設置小弱住宅を 経由するルートに変更される代わりに、取り替え車庫経由の53番を廃止して、温水プール前経由の55番に周された。2017年1月4日からは、使用車両の変更に伴い、摂津市役所玄関前を廃止し、摂津市役所前、ポリテクセンター前を新設、摂津市役所前を、摂津市役所前、塩野木前に改称した。江口橋では上新城駅、 大阪駅方面の大阪シティバスに乗り換えが可能である。阪急茨城から北上して高槻市との境に近い花園、東和園へ向かう。花園、東和園停留所はかつて、東和園住宅と称した。折り返し場前に病院がある。以前は沿線に、東芝大阪工場があり、大田東芝町南、大田東芝町の停留所に名を残している。 2017年3月までは、阪急茨城市駅伊保水神社前三島急、住宅前間、伊保水神社前から分岐の71番、2018年3月までは、JR 茨城駅阪急茨城市駅、伊保水神社前花園、東亜園間で72番も運行されていた。JR 総寺寺駅の開業に伴い、日中の未駅開業翌日の2018年3月18日から、 JR 総自寺駅ロータリーに乗り入れている。1997年に開設された路線。水尾地区は空白地であったため、地元の要望も受けて運行を開始した。当初は、阪急茨城市発であった一部茨城車庫、または阪急茨城南口からが、JR 茨城駅の東口ロータリー完成により、同駅まで延伸された。利用者が徐々に増え、 2013年3月現在、昼間時15分ごと、平日。土休日は20分ごと。JR 茨城東口では83番と84番が、交互に、発車にまで成長した。当初は、中型車、ロングボディ車含むで運行していたが、現在は、大型車と中型ロングボディ車の両方で運行される。水を3丁目から阪急茨城方面への都市。 計画道路が完成したことにより、2009年4月14日から、水を3丁目での折り返し運行を廃止し、循環点、右回り左回りを開始した。以後は増発、運転間隔の調整を重ねている。2013年10月15日より、茨城駅東口再開発に伴い、袋野市役所南口 JR、茨城東口間が、 東西通り経由から中央通り吉に変更され、茨城市役所前、駅前通りの各停留所への停車を開始した。また、JR 茨城東口の停留所が移設された。2015年3月16日より、駅前再開発の完成により、JR 茨城東口付近のループが逆回りとなり、往路で駅前通りを経由するルートになった、茨城市役所前には停車しなくなった。 分社化以降、近鉄バスは、日野自動車製に加えて、イスズ自動車製のバスも導入するようになり、東営業所では2000年に、イスズエルガミオが導入された。また、分社化する前年の1998年には、近鉄バスではたった一台きりだった、三菱ふそう、エアロスターの CNG 仕様、2008年廃車も導入していた。中大型ワンステップバスや CNG ノンステップバス。 小型バスの導入も、この営業所が最初であった。現在所属している車両はほぼすべて、日の自動車制で、全車ノンステップ、またはワンステップ車となっている。また、2015年のエキスポシティ、系統運行開始時には、平岡営業所からイスズエルガンが数台貸し出された。後に、ほとんどの車両が、平岡営業所に戻ったが、2017年12月現在も台のみ、 取り替え営業所に残ったままである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。